大国などに行って異文化に触れた際、自国の習慣や常識との違いに衝撃を受けてしまうカルチャーショック。海外に行ったことがある人なら一度は経験されているのではないでしょうか。しかし外国に長く住み外国の文化に慣れた人の中には、逆に母国に戻った際に違和感を覚える人がいるそうです。今回は日本を離れた外国人を襲う逆カルチャーショックというテーマでお届けします。最初にご紹介するのは、アメリカでの生活逆カルチャーショックというタイトルの YouTube 動画。動画の内容をご紹介します。僕はアメリカの大学生、大学の交換留学で4ヶ月間日本にホームステイしたんだ。日本での生活は素晴らしいものだった。僕が一番印象に残っているのは、とにかく日本人が親切で礼儀正しいってこと。ホストファミリーは本当に素晴らしい家族で、ご両親は日本に慣れていない僕をまるで自分の子供のように扱ってくれたんだ。そして、やっぱり日本のお店の店員さんはすごかった。どのお店に入っても、いらっしゃいませ。って、明るく親切に出迎えてくれて、とてもいい気分にさせてくれる。ショップで服を買った時なんか、店員さんがわざわざ出口まで一緒に来てくれて、ありがとうございました。またお越しくださいませ、って言ってくれるんだよ。こんな親切な対応してくれるなんて信じられなかったよ。そうそう、交通マナーにも驚かされた。日本のドライバーはクラクションをうるさく鳴らさないし、歩行者優先で安全に運転していたんだ。一番びっくりしたのは、信号のない横断歩道で車の方がストップした場面。日本人のように親切で礼儀正しい人間性がなければ、こんなことはできないよ。そして、ついに楽しかったホームステイもあっという間に終わってしまい、僕は母国アメリカに帰ることになった。アメリカに戻ってすぐに僕は衝撃を受けたよ。いや、本当に驚いた。まずは、アメリカの空港に着いた時だ。ひどいもので、空港の税関の職員が全然愛想がないんだよ。ブスッとした顔で、パスポートは?って、これしか言わないんだ。日本で受けたあの親切な対応とは真逆じゃないか。マックに行ってもめんどくさそうな態度をした店員に、要は何?って言われる始末。ハンバーガーと、あと、笑顔もな。って言ってやりたかったよ。交通マナーも目についた。アメリカ人のマナーは最低だよ。ほんと、日本人の爪の垢を煎じて飲ませたいぐらいさ。誰もがクラクションを鳴らしまくりだし、割り込んできて中指を立ててきたりするだろ?日本の親切なドライバーに慣れてしまったから、心底疲れるよ。あと、日本に行くまでは気にならなかったんだけど、アメリカの汚さが目につくようになった。アメリカの道路はゴミで溢れているわ、ガムが吐き捨てられているわで、とにかく汚いんだ。日本の綺麗な街や道路にすっかり慣れてしまった証拠だよね。そんなこんなで僕は完全に母国にがっかりしてしまって、思わずなんで帰国しちゃったんだ?って考えてしまったぐらいだ。ほんと、また日本に戻りたくなっちゃったよ。次は、カナダ人男性が YouTube に投稿した、逆カルチャーショック、日本からカナダへ、と題する動画です。動画の内容をご紹介します。今日は東京じゃなくてカナダからお届けするよ。気温がマイナス10度だから短めで。実は今回カナダに帰ってきたのは3年ぶりだ。久しぶりに帰ってきたら、ちょっとしたことにすごく驚いた。それをみんなに紹介するよ。カナダに到着後、すぐに体験した逆カルチャーショックはトイレだ。日本のトイレの個室って、ドアがぴったり閉まって隙間がないんだけど、カナダのは隙間ができるんだよね。中からも外からも結構見えるから戸惑ったよ。あと、トイレの水の量にも違いがあった。日本はエコで少なめだけど、カナダは大量の水が流れてくる。え、トイレの話はもういいって?でも最後に、便座の冷たさだけは言わせてくれ。日本ではほとんどの便座が温かいんだ。だからカナダの冷たい便座に座った時は、本当にびっくりした。
僕のお尻も随分と甘やかされてしまったようだね。次に気になったのは英語の量。どこに行っても英語が見えるし、英語の会話が聞こえてくる。日本ではほとんどが日本語で、その中に少しだけ英語があるから目立つんだ。会話もほとんどが日本語だから、遠くで誰かが英語で話してたらすぐに気づけるくらいだった。だからカナダに帰ってきたら、あまりにもたくさんの英語が目と耳に入ってきて、うるさく感じてしまったんだ。この感覚は伝えるのが難しいな。まあ英語ならすぐに理解できるから便利なんだけどね。あと驚いたのは信号の右折。日本では赤信号は完全に停止するんだよ。だからお父さんが赤信号で右折した時は、赤信号だよ。って、ちょっとパニクったね。それと、カナダの食べ物のデカさをすっかり忘れてた。ポテトチップスが巨大。しかも安い。パンもでかい。そして食べ物の甘さが半端ない。味は悪くないけど、とにかく甘い。日本の薄味に慣れてしまったから、カナダの食べ物はインパクトが強いね。最後の驚きは、家族でクリスマスディナーを囲んで食べる時に起きた。うまそうなごちそうが並んでて、さあ食べようかって時に、あれ？なんて言うんだっけ？ってなったんだ。日本だったら、いただきますって感謝の言葉を言うんだけど、英語にはそんな言葉がないだろ？だからみんながさっさと食べ始めたのを見て、なんとも言えない違和感を感じたんだ。ショックって言うほどじゃないけどね。最後は、アメリカのソーシャルニュースサイト、レディットの記事。日本を離れて家に帰るのはどんな感じ？というスレッドの内容をご紹介します。私は一度も帰国することなく、東京に13ヶ月間住んでいるんだけど、次の月曜日にアメリカに戻るの。おそらく永久にね。もちろん日本にはまた来ると思うけど、住むことはもうないと思うわ。みんなに聞きたいのは、日本の後の生活のこと。一年はそんなに長い期間じゃないけど、何が起こるか不安なの。アドバイスがあったら教えて。今から約10年前、僕は日本に1年間住んだ後に帰国したんだけど、ひどい逆カルチャーショックを受けた。日本で人生を謳歌した後、帰国するのは憂鬱で、まるで人生が後退したような気分だった。帰国後、僕は少し落ち込むようになった。一人でいることが多くなり、社交的でなくなり、生活に満足できず、日本にいた時ほど幸せでなくなった。母国は日本のように便利ではなかった。例えば、街角に自動販売機はなく、すぐに入れるコンビニもなく、3分に1本の電車もなかった。そして、電車の落書きや歩道のタバコの吸い殻など、故郷では全てが汚く感じられた。人々は想像しくて野蛮に見えたし、スーパーにあるものは全てが巨大に感じられた。日本では運転してたけど、母国では運転するのがとても怖かった。車は巨大だし、交通はまさに悪夢だ。とにかく何もかもが違ったんだ。もう一つ気づいたのは、母国には刺激が少ないということだった。日本は興味深くて、面白くて、はちゃめちゃで、ストレスフルで、意欲的で、忙しい国だ。だからあなたも帰国後、日本と比べて母国がつまらなく感じるかもしれない。あと、すみませんやすごいなどの日本語を言いたくなることがある。例えば、誰かがとても陽気で楽しそうにしていたら、今日は元気だね、とか。それと、誰かに気づいて目が合った時や、電話で話す時などに頭を下げる癖がついた。とまあ、帰国後のことについていろいろ言ったけど、母国では常に理解してもらえるし、すべて英語で通じるというのは素晴らしいことだよ。散髪に3時間もかける必要がないし、電力会社に電話するのだって簡単だ。僕からのアドバイスは、日本とのつながりを保つ方法を見つけるってことだね。僕は日本語の勉強を続けたり、日本のドラマの DVD を見たり、村上春樹を読んだりすることで、日本とのつながりを保つことができた。まあ、村上春樹を読んだ時は、日本を思い出してホームシックになったんだけど、僕は20代前半に1年間日本に住んで、その後母国に帰った。
そして帰国から1年半もしないうちにまた日本に戻ってきた。日本が好きで好きでたまらなかったんだ。日本に戻ってから7年ほど経つけど、心の準備ができるまでは日本を離れないつもりだ。自分の好きな時に帰ることができるのは素晴らしいことだし、今の僕にはそれができるだけの余裕がある。帰国する心の準備ができてきたような気もするけど、まあその時が来れば自然と帰るだろう。逆カルチャーショックも経験済みだから、それに対する心構えもできているしね。国を離れることは、誰かと別れるのと同じようなものだよ。時間が全てを癒してくれるんだ。忙しくして、楽しいことを見つけて過ごすことが、逆カルチャーショック、そして日本との別れに対する治療法だ。PS、いずれ帰国することになった時、僕がとても恋しく思うのは温泉だ。一体温泉なしで、どうやって生きていけというんだ。最後までご覧いただきありがとうございます。楓ちゃん応援してるよって人は高評価ボタンを押してくださいね。また好きな温泉地だけでも結構ですのでコメントをお願いします。新着動画を見逃さないためにチャンネル登録も忘れないでくださいね。